井戸の朝丸です。カオシエ、ドボイドです。俺たちのトラウマ選手参戦。はい、ということでですね、今回はですね、まあ、今まで数々試合見てきたわけじゃないですか。トラウマになった選手いるでしょ。もう気が重いですよ。そうね、この動画もう気が重いです。もう気が重いんですよ。思い出したくない。トラウマ呼び起こさなきゃいけないんだって。で、改めて2022年、はい、これを一旦整理して、まあ気持ちよく、懺悔じゃないですけど、そうですよ、大業みたいな。そう一旦苦しみクラッドカウント、はい、といったところですね、うん、今回はまあ、各々のトラウマ選手3人をですね、なるほど、発表していこうかなというふうに思っております。うん、まあランキングではないですね。そうですね、まあ、うん、その1その2その3って感じで、そう、うん、そういったところでもう問わずです。はい、プレミアム選手だけじゃなくても全然結構でございますし、うん、純粋に試合見て、はい、っていったところで、うん、トラウマだった選手参戦、はい、発表していきましょう。レッツゴー。先行ピ、じゃあ先行で、はい、はい、行かせていただきます。うーん、先行ピってあんま言わないらしいね。あ、そうなんだ。そう、まあ、地域によるね。なんかコメント欄でびっくりしたみんな。え、センコッピって何みたいな。え、ね、センコッピじゃないの。もう戦で一番トラブルだった。それが。じゃあ私ポンポンポンと。なるほど。行かせていただきます。うん。一人目。うん。デヘア。はい。まあもう。ストレート、とストレート直接ね。ダビド・デヘアでございます。はい、知ってますかね、ユナイテッドのゴールキーパーでございますけれど、こうトータル、はい、デヘアのキャリアと、もちろんね、それにも苦しんでるんですけれども、うん、あの試合、おこちらの画像を見ていただきたいんですけど、こちらでございます、ババンと、うん、こちらですね、2017年12月3日に行われましたアーサル VS マンチェスターユナイテッド、はい、こちらでした。1対3でですね、アウェーのユナイテッドが勝ったんですけれども、はい、まあ負けたんだな。そんなとこじゃない、見るところは。お、俺やっぱり改めて見ても驚愕だった。はい、こちらでございます、ババンと。総シュート33本、枠内16本で1ゴール。いや、俺もう本当に訳が分かんなかった、あの試合は。これおかしいよね。試合をさ、こう、まあ、YouTube やるようになってさ、うん、もうさらにこうスタッツとかめっちゃ見るようになってた。こんなの見たことなくない、改めて。枠内16本打ってんだよ、こっち。で、これ1点取ったんですよ、うん、なんだ取ったじゃん、うん、っていうふうに思われるかもしれないですけど、うん、これね、見てない方はね、ぜひ見てください。はい、もう完璧に崩してやっと1ね、もうそう、それじゃなきゃもうそれ以外決まんないよっていう。そうある意味この1点があって、うん、グラデーションっていう。そうだね、そうだね、うん、これだから崩せば死ぬほど崩せば入るんですけど、いや、どうもおかしい。改めて見ておかしい、これはね。そう、うん、ということでですね、まあただなんだろう、デヘアに関しては、はい、別の試合だったらジャカのミドルが入ったりとか、うんうん、そこまで、まあ、最近ユナイテッドそんな苦戦してないじゃないですか、うん、負けたけどね、直近ではね、うんうん、ただ結構点はね、はい、入ったりするんですけれども、ちょっとこのサッツがちょっとやっぱ印象的すぎて、とか、あの試合が衝撃的すぎて、デヘアの中でもヤバかった日の一つじゃない、これは。トップクラスだもん。ちょっとおかしいでしょ。うん、改めて見てヤバかったんですけど、やっぱ1人目デヘア。あ、なるほど、これは入れさせていただきます。はい、2人目、はい、これめちゃくちゃ迷いました。お、ただちょっとね、最近から選ばさせていただきます、うん、はい、こちらの選手、ババン、エルアラビ。はい、皆さん、この選手聞いてピンときますか？わかんねえ。わかんないでしょ、うん、これはね、エピソードですね。はい、はい、エルアラビ、懐かしいです。2020年2月、うん、はい、バーサスオリンピアコス。こちらの試合でございます。なるほどね。ファーストレグ1対0で、はい、アウェーでリードを迎えて、はい、まあセカンドレグ余裕やろと思って、うん、ホームで迎えたオリンピアコスで、うん、1点決められてね、1対1で延長いくわけでございます、はい、うん、ただ延長113分、オーバメアンの値千金の勝ち越しゴール。おう、これはいったやろ、さすがにいっただろ。ノンノンノン、120分エルアラビ。これはもう衝撃だったし、トラウマだね。120分か、120分か119分とか、そんなもんだろうな、ケツの方だね。いや、俺これまでが YouTube やってたから、動画撮ったよね。撮りましたっけ。撮りました、うん、イエルは負けましたみたいな。気がするんですけど、この翌シーズンだったかな、はい、またオリンピアコスやってて、そう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 、
それは勝ったんよ。勝ったね。そう、マジでエルアラビを乗り越えて乗り越えてそれは勝ったんだけど、うん、そもそも113分のオバメヤンの時点でもうとんでもない狂気乱舞なわけ。いやそっからあんな絶望が待ってるとはっていう衝撃の含み、トラウマですね。もう舞台は関係ないですね、これは。ほんともう試合もう関係ない、てかもう一番負けをオリンピアコスが一番嫌なんだから。なるほどな。はい、はい、ということでこちら2人目エルアラビでございます。はいはい、そして、3人目なんですけども、はい、3人目とは言いつつ、うん、ぶち抜けて第1位おぉまあ、グーナーだったら、はい、やっぱ近年で言ったら、まあ、彼しかいないでしょう、はい、エデン・アザールはい、もうアザールですもう今でも、やっぱあのモーメントというか、はい、僕らが吹っ飛ばされた瞬間かな。いや、それもあるんです、もちろんそれはあるけど、やっぱりメインは、イエルファイナル。あ、そっか、2ゴール1アシスト。ダゾーンを解約させた。ダゾーンを解約。あ、もう本当にトラウマになった試合ランキングでも、はい、超上位に入るんですよ、俺あの試合が。なるほど。あ、それ数々の虐殺ありますけれども、はい、一番効いたのが俺あれだったんですよ。なるほど。イエルファイナル。まあもちろんあなたが先言ったように、うん、コクラン吹っ飛ばされた。俺ね、俺コクランめちゃくちゃ好きなのよ。なるほど。そう。なんか苦しい時に現れて、まあ今もアーサルボランチいないじゃないですか。そうですね。コクラン出てきた時もアーサルボランチいなかったんですよ。うん、で現れてあのファイターそうですねがこう中盤締めてくれたっていうところで、うん、コクランすごい好きで、うん、そのコクランが一回転すんのっていうドリブルして走ってるアザールにぶつかって一回転して吹っ飛んでくるんでそのことがあんのゲームかなそうそのまま独走で決められたし、そうそうそうフィルターコクランがあんなにぶっちぎられることあるんだっていうエピソードも衝撃ですし、ちょっとふとね、うん、アザールって、はい、どこが一番得意なんだろうと、誰に一番点決めてんだろうってことで見てみたら、やはりアーサル一番だったんですよ。まあ大好物なんですね、うん、そう、アーサルが7ゴール3アシストで、同率でリバプールとかで7ゴール2アシストとかされてたんですけれど、やっぱりアザルはアーサルキラーなんだなってことで、まあもう一番最初に出てきますね、アザルがね。今ね、またチェルシーに帰ってこようなんて。もういいですもういいお願いだからプレミアには来ないで、別のところ行ってもいいよで、アーサル全然出ないでもう嫌だ、アザールと戦うのは。いったところで、第1位アザールでございました。ぶち抜けてますね。はい、ということで、はい、まとめます、こんな感じです。ドドン、デヘア、エルアラビ、アザールと。いやはい、まあでも、まあうん、いや、いろいろ迷いましたよ。うん、他には何かいましたか。まあ最近ので言うと、ジョタ。あはい、まあね、カラバオでも決めましたね、2ゴールで。あと何でしょうね、まあそれこそ、まあ、シティで言ったらギュンドアンとこれすっごい苦手なんですよ。あそう、うん、ギュンドアンとスターリングがすげえ苦手なイメージがあるんですよね。なるほどね。縛られてる、うん、ありますけれども、ちょっとこの3人は強烈、あまりにも。まあパンチありますね。そう、エピソード込みエピソード込みでそうそう、ということでこちら3人はですね、私挙げさせていただきました。はい、じゃあ続きまして私の3戦でございますね。はい、ということでその1、はい、トッテナムから、おう、ソン・フンミン。まあ、まあ入るよな、もうそりゃ入るか、決められすぎよおかしいぐらい決めてくるよね、シティ戦だけね。そっか、うん、スパーズから俺入るかなと思ったよ。うん、ソンか。そうでしたね。まあでもソンか、まあもう今シーズンをね、頭に圧倒的なんですよね。なんかケインとか、まあ一昔前のアリとか、はいはいはい、まあ、結構スコアラーいますけど、ね、うん、ぶっちぎってますね、ソンは。あーやっぱりパーティーの中でも。なるほど。なんででしょう、まあ今シーズンもそうですよ。そうよ。よっしゃ、プレミア開幕だー、ソンに決められたー何回やんのっていう。本当に、本当に本当に、あのね、ソンに決められた時の苗ポイントが一番大きいなるほどね。数々のスコアラーの中で、そうそう、毎回ベストイレブンとかでも、はい、ソン結構入れてるでしょ。めっちゃ入れてます。これのせいだね。なるほどね。明らかに俺の中では、うん、悪魔に見えてるということで。でもさ、ソンのゴールもさ、うん、毎回めっちゃうまいじゃん。そう、それなんだよね。それが意味わかんねえね。なんかこぼれ球詰めてとかゴールだったら、うん、まあってかもしんないけど、まあ、全部基本的にソンにしかできないゴールが多いじゃん。ソンだからこそ決めてくるっていうところがあるんで。そうそういうことですよ。そういうことですよね。そういうことです。そういうことで、なんで、はい、まあこれはもうエピソードというか、なトータルですね、はい、存在がもういいですけど、いいす十分です。はい、はい、ということで、はい、まあ一つ目はソン・フンミンでございます。なるほど。はい、はい、二つ目、はい、クイーンズ・パーク・レンジャーズから、おら、ジブリル・シッセということで、シッセか
懐かしいけど、まあ懐かしい話を持ってきますが、ジブリ姿勢、ジブリ姿勢、忘れもしません。1112シーズン、タイクインズバルクレンチャーズ38節、奇跡の3対2、ね、逆転優勝決めましたと、まあ辛かったですね。まあね、結果美談ではね、そう、結果終わってますけど、美談で終わってますけど、俺もうあの試合二度としてほしかった。わかるよ、絶対苦しい時間の方が長かったから。わかるよ、当事者からしたらたまったもんじゃない。本当に終わってるな、このクラブって思ってました。ここで負けるんだよ、ポリさん。サバレタが決めて、はい、波に乗ってたわけなんですけど、うん、その後に決められたんですね、姿勢に、はいはいはい、でその後にマッキーに決められて、まあ、はい、2対1のビハインドの状況が長く続いたっていう話なんですけど、そのまず1点目の姿勢ですね、姿勢が上手かったっていうよりも、うん、逆に言うレスコットかな、トラウマは。なるほどな。そう、トラウマ、レスコットがね、クリアミスで後ろにボールを反らしちゃって、トップフリーで決められるっていうのがありまして、あれは瞬間から、うん、まあ、ちょっと嫌な雰囲気が漂って、ね、追加点入れられるっていうのが最悪の、はい、美しいまでのシナリオだね。心臓に良くない、ね、心臓に良くない、もう本当に二度とああいう、だから劇的な勝利とかいらないんだ、うん、普通に 3-0 で勝ってくれって思ってる節はありますよ。こちら2つ目とさせていただきます。はい、はい、そして第1位という言い方はちょっとあれかもしれませんが、はい、3人目、はい、マーチェスターシーから、えクラウディオブラボ。これはそういうのもありやの、相手チームとは言ってませんから。そっか。そっか、ブラボね、別に悪いやつじゃないですよ、すげえいいやつです、真摯にね、はい、慣れないうちイングランドに来て、はい、まあ、マーチェスターシーも、格変の時期を迎えてました。ペップ1年目とかもね、ペップ1年目の1617シーズンにやってきてくれて、うん、すごいいいやつなんです。人格的にも悪いやつじゃないし、はいはい、一生懸命やってくれたと思います。まあ名キーパーですよ、そう、慣れないところでね、はい、ただ、まあ、決められすぎやってね。いやもうね、正直言うと、まあ、もちろんシーズンじゃないから、はい、シーズンの試合をね全部見たわけじゃないです、当時、うんうん、ただ色濃く残ってます、僕にも。何から引っ張り出します、いろいろ引き出しあるでしょ、あります、引き出し、例えばね、対エバートン戦、これですよね、枠内4で4ゴール、セーブ率 0% 本当に自動ドアと、まあ、自動ドアっていう、散々多少からバカにされってのもありますし、はい、あとはなんか対バルサ戦、はい、チャンピオンズリーグ、ペナルティーエリア外でハンドして退場、これも伝説ですね、これも伝説ですね、はいはい、だったり、あとはね、伝説のカイルウォーカーがキーパーに、あーブラボーが1枚噛んでましたね。そういえば、明日エデルソンでそっかそっかブラボー入れて、ブラボー退場してウォーカーが召喚されるっていう、あったわ。ところで、ね、絡んではきていますが、ね、当時不運だったっていうのもありまして、シティも格変、まあさっきも言いました過渡期だったもんな、過渡期で、あの時のシティってまあガバガバなんですわ、はいはいはい、っていうのもありますし、うん、守備陣もちゃんとしてなかったところ、はい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 、もう相まってブラボに非難が集まってしまうっていう、ヘッド監督来たぞーっつって、はい、うおーバルサから名手ブラボも来たっていう、やっぱ期待、はいはい、その1617シーズンでめちゃくちゃ期待があったシーズンでもあったので、その落差ですね。だそこら辺でさ、ブラボさ、うん、あれだよね、コパアメリカ取ってたんだよね、そう、チリ代表で、そう、めちゃくちゃすごかったんですよ、すごかったんですよ、コパアメリカは、バルサでもね、まあもちろんね、そう、シティエンと、うん、こう競ってるみたいなぐらいなレベルなんで、うん、間違いないんですけどね、うん、やっぱりなんかいろいろとありがとうございましたって感じですね、チームから申し訳ないんですけど、いやだったらムスタフィーとか言えたぞ。ムスタフィーはいい、よく水も甘いもあるでしょ。まあなっていうのもあります。こちら私を3戦まとめさせていただいて、こんな感じです。はい、はい、なんか迷った選手がいます。迷った選手ですと、うん、はい、まあこれコンビになっちゃうんですけど、はい、アワール&エンドンベレ、あー、まああのリオンな、リオンくっそ強かったですね、はい、シティの自慢のプレスが全部かわされるっていうか、はい、あの2人だけに、はい、あとはモナコ戦のなんかムバッペとかそうないですか。モナコの皆さん、そモナコの皆さん、あの時から多分ムバッペが、世に見つかった瞬間というか、そベスト4まで行ったからね、あの時のクソ強モナコとバトった時とか、あとそういう意味だったら僕も、うん、あのモナコの皆さんは入ってます。チャンピオンズリーグベスト16でこれは勝ったやろと、これは勝ったやろで言ったら、だからさ、今回は選手勝負だけど、次試合とか、そう、試合とか、それでやりたいわ、その時のチームとか、ね、そうそう、あのバイエルの皆さん。
ちょっと違う形でね、やってみても面白いかもしれません。そうそう、ということで今回ですね、我々のトラウマ選手トップ3、やらせていただきました。よければチャンネル登録お願いします。各種 SNS ゲームチャンネルからお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。